あと最近あったことで言うとあのー、テレ朝さんの「動画始めてみました」っていう YouTube チャンネルがあるんですけどそこでまあ僕、あのー、鈴木愛理ちゃんとレギュラーをやらしてもらっててで毎回その、えー、アニソンをカバーするっていう動画を上げさせてもらってるんですよ。で中にはやっぱ難しい曲とかもあって最近あの上げられたあ YouTube 上で上げられた「 曲でめちゃくちゃ大変だったのがオフィシャルヒゲダンディズムさんのクライベイビー。えー、<何>めちゃくちゃ難しい。あの、東京リベンジャーズのね。オープニング主題歌になってますけど。これあのね。あのどう言っていいのかな？難しいんですけど。オフィシャルヒゲダンディズムのボーカルのあの藤原くん。 はもうね、新人類なんですよボーカリストでいうところの。あの人って親知らず生える人と生えない人って最近出てるじゃないですか。もうそれと同じ。ボーカリストもその藤原くんみたいな声が出る人とそもそも出ない人とこう2パターンタイプがあってで最近その例えばキングヌーさんとか。 j p o p 界隈を賑わしてるボーカリストの方々っていうのはもう新人類ボーカリストなんだと認識しててで何が違うかっていうとあのよくこう最近こうボーカルの技術的に出てきたのが「地声」と「ボーカル」をミックスした「ミックスボイス」っていう。 歌唱方法が出てきたんですよですミックスボイスを使うと縦横無尽にいろんなその音を取れるっていう風にされててで地声って限界があるじゃないですかへーって出してももう途中でひっくり返っちゃったりとかするでも裏声だったらそれ以上のやついくじゃないですかで裏声をまあすごく分かりやすく言うと裏声を地声っぽく出すのが ミックススボイスなんですよだから裏声ぐらいの音域まで声が出ちゃうっていうまあ言ってしまえば裏技なんですよね。でまあ古くはというか昔はその例えば、えー、x ジャパンのトシさんとか「くれないな!」みたいな「<laughs> くれないにしようってあれもミックスボイスです。で古くはそのミックスボイスというのはハードロックとか。 そういうまあ歌声の象徴だったんですけどもこうポップスとか R&B とか、えー、j p o p バンドとかに使われ始めたのが割と最近ででなんか要はもう新人類なわけですよでそんなボーカリストの歌を旧人類旧人類という言い方ちょっと古い感じがしてすごく嫌なんですけど <laughs> 僕も僕で頑張ってるんで。 そのまあね新人類じゃないボーカリストが歌うのってめちゃくちゃ至難の技でほんと女性器ぐらい高いですよね。でそのいや歌えるんですよ正直そのミックスボイスで歌うこと言い訳っぽくなってますね大丈夫かな、えー、ミックスボイスで歌うことは僕できるんですけどただミックスボイスで歌うと大石正義じゃなくなるんですよ声が。って思ったのが。 一回その声で世の中に出ちゃったりその声で歌い始めちゃったらもうそれは変えられへんねんんねなって思ったんですよ例えばそのカラオケ番組とかそカバー番組とかだったとしてもその大石正義じゃない範疇の声を出してるとなんかすごいか細く聞こえちゃうというかちょっと実際うちょ歌ってみるとあの。 「土砂降りの夜に」っていうのがあるんですけどこれ今ミックスボイスっぽく歌ってるんですがあの地、ー、声で歌うと「<laughs> 土砂降りの夜に」なるんですよわかります <laughs> これが俺たちのボーカルタイプ <laughs> 求人類9人類言うな <laughs> ブースの外のプロデューサー求人類言うな。 で新,人新人類ボーカリストが歌うと「土砂降りの夜に近あたリベンジ」ってなるんですけどこれ大石正義かみたいな感じにやっぱなっちゃうんですよミックスボイスを使うと。だからそれは何て言うんだろうどっちがいいとかどっちが悪いとかっていうわけじゃなくて始まりだなと思って始まった年代。 僕は2001年にデビューさせてもらってるんですけど2001年のデビュー当時はああいう,風にうえっ、ー、にミックスボイスを多用して j p o p を歌う方が少なかったというか、まあ、ほぼいなかったんで,でそれはそれですごいいい,ボーカリスいいボーカリストたくさんいたんですけど今もいますけどで、まあ、2010年超えてからそういうミックスボイスを多用したボーカリストが出てきてその人はそれでもうアイデンティティを獲得してるからその声でずっといいんですずるいなと思って。 <laughs> 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 もうんかあの覆面で出そうかな大石正義 <laughs> ミックス正義みたいな <laughs> <laughs> ミックス正義デビューしたいなってちょっと思いました <laughs> <笑><笑>いやでもほんと難しい最近のねあのアニソンとか楽曲はもう皆さんカラオケ行ったら意外と歌えないとかね 曲高くて大変だとか結構あると思うんですけどもでも実際歌ってみるのと聞いてるのと全然違うからね是非、あのー、チャレンジしてもらいたいなというふうにも思いますねミックスボイスね初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれないですけど <laughs> YouTube チャンネルにさアップされてるので、えー、僕が歌った「クライベビーあどんな風に その中で大石正義君はどんな風に大石正義のボーカルのアイデンティティを守りながらミックスボイスを駆使して歌ったのかっていうのがそう努力の証みたいなのがあの出てますのでちょ是非見ていただきたいなという風に思います。よろししくくお願いいたしますじゃあちょっっとせっかくなんで